待って、やばいことが起きました。私、ウンパルンパ、人生で初めて殺害予告を受けました。怖すぎるって、さすがにやばい、どうすればいい、怖い。はい、ちょっとさすがにやばいということで、今緊急で動画を撮らせていただいております。はい、ちょっと一回しております。ですね、先ほど TikTok を普通にね、バーンってて見ていたら、コメント欄に普通にウンパ嫌いやからもやし殺してくるわ、ごめんなさい、さすがに殺害予告怖いって、多分この人は気軽に冗談で書き込んだもの、全然ね、適当にワーンって送信したかもしれないですけど、殺してくるわはダメよ、さすがに。僕ね、いろんな、まあ結構少ないんですけど、いろんなアンチコメントを、まあ、受けることあります。まあ、面白くないとか、つまんないとか、飽きたとか、ブサイクとかね。まあいろんなアンチコメントあるんですけども、さすがにこれ群を抜けて、飛び抜けてやばいよ、これは。人生で初よ、こんなの。ね、多くの人にはちょっと関係ない動画になってしまってて、すごく申し訳ないんですけれども、ね、ちょっと、さすがにこれはね、注意喚起の動画ということで、撮らせていただいております。いや、普段はね、本当に温かいコメント、ね、激励のコメント、ね、楽しいよとか、面白いよとかいうね、すごいいいコメントばかりで溢れ返ってるんですけれども、ちょっとさすがにこれは、まずいよということで、はい。びっくりしてます。驚いてます、ちょっと私。まあ、一応、そのね、いろんな人に相談というか話して、まあ、警察とかには、別に相談したりはしないんですけど、まあ、まだこのね、一人というか一件ですし、ただこれがね、まあ、また何人もとか、またこういうコメントが多くなったりしたら、それやっぱり自然とそういうね、ところに相談していかなきゃいけないっていう流れになっちゃうので、それは本当に嫌なので、もし仮にね、これを見てる友達の、まあ、いないとは思うんですけど、その、誰かインフルエンサー、僕だけじゃなくてね、インフルエンサーとかに、なんか、コメント欄でなんか変なコメントを書こうとしてたら、それはダメだよっていう風に、止めていただきたいな、という風にちょっと思います。ちょっと怖いよね、これさすがに。いやいや、多分ね、軽い気持ちで書き込んだんだろうけど、だって街歩いてる時にね、殺されたら嫌だよ、本当に。はい、ということで、いや、本当にね、その、コメント欄とか、たくさんの人が見る場のところに自分の言葉を発信するときは、一度、これって送っていいのかなって考えて、送信をしてほしいなと。そして、もう、誰が見ても嫌な気持ちをしない、嫌な思いをしない、そういうコメントを、載せてほしいなっていうふうに思います。多分想像してる以上にインフルエンサーの人たちってすごい心に傷を負います。なので、本当に気をつけてください。こういうね、アンチコメントに対する動画っていうのは僕何個かね、撮らせていただいてるんですけど、本当にこれ、命を奪うので、アンチコメントだけじゃなくて、まあ、なんていうのかな。例えば普通にね、学校の友達同士で何か嫌なことは悪口とか、そういう言葉の力ってものすごいものを持ってるから、本当に細心の注意を払って生きていってほしいなというふうに思います。さすがにやばいということでちょっとね、簡単な動画にはなってしまってるんですけども、はい、こういうのはやめていただきたいです。本当に何度も言うように多くの人には関係なくて申し訳ないんですけども、ちょっとこういうことがありましたよということでお伝えしました。今後とも、ぜひね、たくさん嬉しいコメント、激励のコメント、プラスなコメントをね、お待ちしておりますので、ぜひともよろしく、今後ともね、よろしくお願いいたします。ということで、ちょっと、私、気をつけていきます。はい、怖いです。ということで、今回の動画、以上で終わります。皆さんも気をつけてくださいね。そして、コメントは、くれぐれも自分で一回考えて大丈夫だと思うものをコメント欄に書いていただきたいです。では、これにて動画を終わります。さよなら。怖い。